はい、こんにちは。トトイシのハンコヤイロハ堂です。本日はですね、2014年の4月22日ですね、鳥取市小山町にありますナナチサポートさんという、ね、会社で、求職者の方を対象にですね、企業化講演ということでお話しさせていただきました。まあ、企業が求める人材とはというね、お話からですね、企業が求める人材になるということでですね、お話しさせていただいたんですが、皆様のお役に立てたでしょうか。皆さんもね、求職活動をそうしてね、人生に少しでもお役に立てれば、幸いです。貴重な、ね、機会をいただきましたナルチサポートさん、本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。